エギー・ユル・ミリはフランスのアルプス山脈にあるモンブラン山系の山。山名は正午の時計の針という意味を持つ。シャモニーから見ると正午に太陽がこの山の頂上に座ったように見えることから来ている。エギー・ユはハリボンと訳され、エギー・ユル・ミリはミデ・ィハリボンとも呼ばれる。頂上までのロープウェイが1955年に建設され、モンブランの麓、 標高1035メートルのシャモニー・モンブランから3777メートルのエギー・エデュミリ山頂部の駅まで2800メートル近くもの高度の差を途中の標高2317メートルにある駅で1回乗り継ぎ20分ほどで登ることができる。上部のセクションは岸壁に沿って登るため高度差1470メートルもの間に支柱が1本も設置されていない。 山頂駅は標高3777メートルにあり、完成から約20年間にわたり乗り物を使っていくことのできる展望台の最高標高記録を持っていたが、1980年にスイスのツェルマットに標高3883メートルのクライマッターホルン展望台が完成しその座を奪われた。2017年12月現在、料金は 大人のチケット代が往復で60ユーロがかかる。頂上には景色を眺めることのできる展望台や喫茶店、土産屋などがある。さらにエギーユルでディから先はまた違ったロープウェイでジュアン氷河を渡り、イタリア側の展望台である3462メートルの EN 文化エルブロンナーへと行くことができる。ここからはさらに別のロープウェイが、 バンレ・ダオスタ州アオスタ渓谷のクールマイ・ユール近くの村であるラ・パリューへと続いている。モンブラン周辺の地形図エギー・ユ・デュ・ミディは、印のついたところ、エギー・ユ・デュ・ミディから見る、シャモニー渓谷エギー・ユ・デュ・ミディから見るグランド・ジョラスと、モンブラン。ありがとうございます。